意外と2人とも今日はしっかりとステージに上がってきました。はい、さあ改めて大きな拍手をお送りください。プロの主役ドアダ、そして佐藤です。お二人とも30周年ということで改めておめでとうございます。さあそれでは、本日ご来場いただいた皆さん、スタンドにもこんなにたくさんのお客様が来てくださってますので、ぜひご挨拶をお願いします。じゃあドアラさんから。ごめん、ちょっと中性わざわざ自分のためにこのフラットに来てくれてありがとうございます。ドアラです。はい、じゃあ、佐藤さん、ご挨拶お願いします。連敗ごめんね、ダービーごめんね、ダービーはいいよ、別に連敗は謝りません。ダービー外した。はい、というお二人でございます。お二人とも30周年ということで改めて、お祝い申し上げますが、早速でございますが、ステージの真ん中、一体これは何だろうというふうに思っている方たくさんいらっしゃると思いますが、こちら、本当に皆さん気になりますよね。これはですね、みんなで作ろうドアラ等身大モニュメントと題しまして、ドアラの30周年をみんなで盛り上げてお祝いするためにクラウドファンディングを実施いたしまして、支援いただける方を募って、その支援金でドアラ等身大モニュメントを作ろうというプロジェクトを行いました。その除幕式、今日お二人に行っていただこうと思いますが、まずは30周年を迎えた気持ちを先に伺いましょう。はい、おはようございます。皆様のおかげで30周年だと思います。みんなもおめでとうございます。はい、ありがとうございます。はい、そして妻工藤は何より早くテストに1500アンダー打ってほしいです。そうね、あと1本大手をかけて、実は妻工藤さんですね、今日も1500アンダーを達成した時には記念のボードを渡すために三塁側の通路でずっとボードを持って立っていたんですが、今日出番なし、しかも途中で交代というので、はい、また来週から交流戦で大変だと思いますけど頑張ってください。さあそれではですね、今日のメインイベントであります、このモニュメントの除幕式を行いたいと思います。それではドアラの妻工藤さんもよろしくお願いします。いいですかね、準備でしょうか。それではモニュメントのお披露目です。どうぞ。ほらほら、隠すな隠すな隠すな。いや、すごいですね、本当に。どうですか、どうした、あ、君も除幕をやってほしいの。やるつもりだから。はい、スバちゃんが隠してます。改めてドアラさん、ちょっと同じポーズを取ってもらいましょう。いや、すごいね、これね。あ、ごめんね、ありがとうございます。さあ、ドアラさん、どうですか、自分の等身大モニュメントを対面して感想を聞かせてほしいです。いいじゃないの。似てるけどさ、スーザンパイの社長のポーズと。ほら、相変わらずイケメンですと。ね、ちらつさんをしておりますけど、つばちゃんはどう、そのスーザンパイ以外なんかないの感想は。メルカリに出すじゃないよ。1個しかないですから。はい、ありがとうございます。このモニュメントなんですけれども、
来週の火曜日からいよいよ交流戦始まります。ここバンテリンドーム名古屋の西武戦ですが、5月28日からシーズン終了まで、バンテリンドーム名古屋3階1塁側のドラゴンズワールドでフォトスポットとして設置されることになっております。ぜひ皆様またバンテリンドームに足を運んで写真を撮っていただければというふうに思います。それではですね、ここでフォトセッションを行いたいと思いますので、ドアラとスマットをモニュメントを挟む形で さあ、そしてさらにですね、ドアラ30周年プロジェクトのクラウドファンディング、等身大モニュメントプロジェクト達成のお祝いとして、支援者一同から即このクラウドファンディングの目標を達成したドアラに何かご褒美をあげたいということで、ビッグサイズ食パンをドアラに贈呈したいと思います。代表して盟友つば九郎からドアラにビッグサイズ食パンのプレゼントです。お願いします。はい、どうもおめでとうございます。はい、じゃあこのパンも、はい、セッションということで、皆様ぜひ写真に収めていただければと思います。そうですね、ドアラデビュー30周年おめでとう。クラウドファンディングさん、ロジット支援者一同よりというどうした？2000円ですね。はい、はい、ということでありがとうございました。はい、フォトセッション以上というふうになります。なんか感慨深いことはありますか、ね、どうでしょう。あっという間、あっという間の5年間。いつも5位と6位です。まあまあまあ、まあ、去年は初めて熾烈な再開争いだったので、まあまあ、ちなみに、ね、2人揃って30周年ですけど、2人でお祝いしたんですか、30周年の。それともこれかな。いつもお祝いみたいなものです。なるほど、今夜ドアラに怒ってもらう。あ、そうなんだ。あ、じゃあ今日これからお祝いと、はい、楽しんでください。で、まあ、今年ね、30周年は1年間通してということにはなりますけど、30年迎えて誰かお祝いってくれた人います？あれ、固まったのは今、あ、今お祝いをもらった。あ、これね、ここにいるみんなの笑顔。はい、そうか、まあ、これで、ね、ひとまず同一リーグとの戦いは終了ということになって、来週からは交流戦が始まりますが、どうでしょう、ここまでの自分のチームの戦いを振り返り、こっちを振り返るな。少しには何もない。さあ、ここまでの40数試合ちょっと振り返ってほしいんですけど、どうでしょうかね。まだまだシーズン長いんで、まあそうですよね。まあこれでね、トレーザーの借金にで、交流戦に向かいますから、まあまあまあ。えっ、すいませんで、そんなシンプルに捉えてる、まだまだ先長いよ。交流戦で巻き返す、そうですよ、その駅ですよ。
ね、残念ながらドラゴンズはまだ交流戦優勝したことありませんけど、スワローズはね、交流戦優勝したことありますからね、はい、頑張ってほしいと思います。さあ、ちなみに、まあ、今年ね、両チームともちょっと手が出たりいろいろありましたが、後半戦といえば交流戦、明日以降この選手活躍してほしいなっていう選手誰かいるのぜひ教えてほしいんですけど、ディカーソン、昨日強風に活躍しましたね。そして妻くんは村上くん、そうか、おとといは国内のホームランを打ちましたが、ちょっとね、昨日今日のバットの方では対応を聞かれずになりましたが、妻ちゃんのから見てどう、村上くんは本調子、まだまだ。村上様が懐かしいあの活躍をもう一度と、ですね、はい、そうですか、まあ、あの2人ね、まだ今は村人さん、あ、村神様じゃなくてただの村人になっちゃった、そっか、早く神様に戻ってほしいですね、はい、まあ、お二人がですね、先ほどもちらっと触れましたけれども、こうやってシーズン中の野球を盛り上げるだけではなくて、オフには2人でディナーショー、マスコットショーズと大活躍してますけれども、いつ頃からこんな2人仲良くなってるんですかね、考えてみると30周年2人なんですけど、そんなにね、初めの頃は一緒に何かやるっていうのはなかったんですか。お金が動き始めてからじゃないの、本当に生々しいこと言ってないけど、最近よく聞かれますが、いつっていうのが難しいのか、あまり記憶にないと思うんですね、でもマスコットショー、まあ、コロナでの中断がありましたが、スタートしてから、今年の、10年目ということになりますので、ね、ぜひあのまだ来たことがないという方はそう思っていただければと思います。絶対来いよという感じでね、させておりますので、ちなみにスワッグの30周年のイベントもあるんですよね。西麻布で定期的にやってます。それはあなた個人のではなく、ヤクルト球団として30周年の何かありますよねっていうお話しまったじゃないですか、ね、せっかくだから名古屋の皆さんにも宣伝をしてもらって、8月にリンセン・ドアラも来る。ああ、そうですか、まあ、じゃあぜひともね、またご自宅がある方は神宮球場の方にマーチを送っていただきたいと思います。ちなみに明日からの、ね、交流戦はマスコット交流も今年再開すると思いますが、ドアラさんとスマクロさん、それぞれどこに行くのが楽しみですか。即答、中洲。あ、ドアラは方、あ、やっぱり福岡なんか札幌じゃないの。そんな何を手に出るのか。あ、ちなみにあのパ・リーグのマスコットで中のいいマスコットって誰がいるんですか。中洲じゃない、中洲はマスコットではない。マスコットで誰がいるのっていうの。ハリーもライブはそうなんだね。孔明ってことはハリーってことね。はい、分かりました。そうですか。さあ、もう30年になりましたが、どうでしょう、やっぱり一人にとってはこの30年というのはまだまだただの通過点ですか。ドアラさんにかけるのはすごい、そういう
もさ、その言うことをお互いで確認してからというのがあるんで、重みのある通過点。なるほど。はい、ドアラさんはゴールですじゃないよ。30周年のお祝いやつまでゴールですじゃないですか。いやいやいや、延長、はい、この後は延長とか、まあ、そういうことではなくてちゃんと続けてやりますよ。給水所マラソンだというと給水所だとまだまだ先あると思いますね、はい、どうでしょうか、まあ、今日で30周年という一つの節目ですけれども、今後これがやってみたらやるやつで、まあ、とにかくもう2人はねマスコットショーをやったりディナーショーをやったりいろんなことやってますが、なんかあれやってみたい、これやってみたいって、なんか今後新たなプロジェクトみたいなことは考えてますか。ちなみにつば九郎はね、この新幹線ビデオの仕切りでお客さんと一緒に名古屋に。人のお金でギャンブルをするな。デリケートなんだよ、その話は。海外ロケ、おあれ、野原さんって写真集とか作った時って海外ロケはしてないんだっけ。一回言ったよね、もう一回やりたい。違う場所行きたい。どこがいいかというか、あ、ハワイ。つば九郎はそんな海外ロケしたいのかっていう。パスポートがない。そうか。それは先に取ってください。はい。さあ、じゃあそろそろね、お時間とっていくでしょうかね。ここでですね、グランドの皆様と一緒に記念撮影をやりたいと思います。準備をしますので、少々お待ちください。じゃあ、お客様の、はい、よろしいでしょうか。顔を使いますよという方が、隠していただいて、はい、皆様ご協力ありがとうございました。以上となります。はい、それではスタッフから皆様にご挨拶をお願いします。遅くまでお待たせをありがとう。ビジネスパートナーとしてこれからもよろしく。さあ、それでは本日の紹介、野田民主さんにご挨拶をお願いします。特に自分からは何もできませんが、とにかくありがとうございました。はい、皆さん本当に最終日の遅くまで本当にありがとうございました。ドアロケ近くにはですね、グランドに来ていただいたお客様全員に花道の通って、退場をしてもらいたいと思います。すいません、グランドのお客様、ドアロケ近くのところですので、真ん中に花道を作っていただいてよろしいでしょうか。あのスタッフが指示しますので、ですね、ご指示に従って花道を作っていただきたいと思います。どうぞご協力をよろしくお願いします。いただいた10名の方、この後皆様がお帰りになった後に記念撮影を行います。10周年プロジェクトのクラウドファンディングでドアラ結婚式を行いますので、ステージ前にご集合ください。今日はありがとうございました。どうぞこの皆さん、花道を作っていただいた方から。